大家好，欢迎收睇 Gameplay HK 廿一樽，继续刀剑神域彼岸游境，而家应该就去到故事嘅尾声噶啦。原本我谂住应该就要进攻呢个中央圣堂啊，但系咧首先就要陪梅蒂娜去咗西帝国嘅克利菲亚镇先。哦，メディナさんじゃないか。どうしたんだ？冒険者のみんなに挨拶回りに来たんだ。調子はどうだ？相変わらず元気だよ。ただ魔獣の発生も相変わらずでね。通報があったらすぐさま駆けつけるようにしてるんだ。メディナさん、来てくれたついでと言っちゃなんですけど、また稽古をつけてくれない？もちろん構わないよ。変わらずここを守ってくれてありがとう、みんな。当たり前だよ。ここに身を置かせてもらっているんだから、メディナさんが教えてくれた武術が役に立ってるよ。そうか、だといいが。でもあまり無理はしないでくれよ。わかってるって。安全第一って昔からメディナさんの口癖でしょ。けど挨拶回りってことは何かあったのかい？ああ、私はこれから大きな戦いに出向くことになるんだ。それって危険なことですか？いや、そういうわけではないよ。一人で行くわけではないし。ただ、その節目の前に挨拶をしておきたかったんだ。みんなには本当に世話になったからな。それにみんなは私のことをもう一度信じてくれた。当然だよ、友達なんだから。みんなありがとう。どうか気をつけて行ってきてくださいね。そうか、あの人たちが自警団みたいにこの周辺を守ってくれてるんだな。ああ、彼らは私が真実を告げた後もこの周辺の警護を続けたいと言ってくれたんだ。ねえねえ、お兄ちゃん、もっと遊んでよ。わかったわかった、ちょっと待っててくれ。あ、メディナさん、久しぶり。元気だったかい？元気だったぞ。そっちこそ、子供たちの世話はどうだ？変わらずだよ。子供たちの世話は忙しいけど、毎日楽しいぞ。へえ、子供の面倒を見ているんだな。そうだ、天職が忙しくて面倒を見られない人のためにね。俺みたいな子供好きには嬉しい仕事なんだよ。喂，咁样讲嘅话，佢嘅天职系咪应该叫做保姆啊？けどメディナさんが来てくれるとは思ってなかったな。他の連中も喜ぶと思うよ。もしかしてあなたメディナオルティナノスさん？はい、私ですが。あなたがメディナさんなのね。こんなに若いお嬢さんだとは思ってなかったわ。あなたや冒険者さんたちのおかげで、私たちは魔獣に怯えて暮らすことはなくなったの。どうかお礼を言わせてちょうだい。これからも頑張ってね。こちらこそありがとうございます。やっぱりメディナの活動は誰かのためになっていたんだな。梅蒂娜因为被人鄙视惯咧，当有人多谢佢嘅时候，其实佢觉得咧好愕然噶。許されない犠牲を払ってしまったこともあったし、救世主と呼ばれた時に私が犯した罪は消せないが、それでも今もなお冒険者のみんなは。人々を守ることに協力してくれている。私はみんなに感謝しなくてはならないな。
こんな私についてきてくれたこと。みんなきっとメディナの気持ちが伝わったから、メディナについていくことを選んだんだ。だからそこには自信を持っていいんじゃないか。そうなのだろうか。わからないが、私やみんなの活動が少しでも人々のためになればいいと思う。きっとこれからもっといろんな人の手助けができると思うぜ。だといいな。それじゃ次の場所に挨拶回りに行くか。ああ、私についてきてくれ。好啦，跟住咧，我哋就要去之前媒体嗱城堡嗰个据点嗰度。やっぱり目指していたのはこの砦か。降ってきたの。途中で気づいただろう。え？私がここへ向かおうとしていたことに、お前は早くから気づいていただろう。わさだ据点嘛。なあ、でも理由はわからないよ。教えてくれないか。どうしてメディナが俺と一緒にここへ来たかったのかを。ここからもう一度始めたいんだ。お前はいつだって私を見捨てずに気にかけてくれた。そしてアリス様やアスナ、対策本部の人たちも友人として私に接してくれた。そんなお前やみんなを拒絶した場所で、改めて私に誓わせてほしいんだ。もう二度と私はお前たちに背を向けない。これからも共に歩んでいきたい。できればずっと。それを伝えるためにわざわざここへ。それはすまない、私のわがままだ。お前に本心を伝えるにはこの場所がふさわしいと思って。我怀疑头先个镜头系同人个视角嚟噶。なぜ笑う？初めて会った時と比べて随分素直になったと思ってさ。当たり前だ、それなりに長い時間を過ごしている。だとしてもメディナがそんな態度を取るなんて未だに驚きだよ。出会った頃のメディナは無理やり納得させないと自分のしたいことを口になんてしなかっただろ。特に修験学院時代とか。それは仕方ないだろ。これでも少しずつ頼ったりしたつもりだ。ああ、対策本部で再会して一緒に旅を続けて、この場所で反目し合って、もう一度一緒に旅をして、ようやく今メディナのわがままを聞けた気がする。わがままだな。自分の目的のためだけにこんな場所までお前を連れてきたりして。ああ、だけどメディナは謝る必要はないし、俺も責めるつもりはない。そうなのか。俺だってみんなのわがままを聞くし、みんなに俺のわがままで迷惑をかけるし、友達ってそういうもんじゃないかな。友達、そうだったな。私たちは友達なんだ。ありがとう、キリ。すまない。風邪をひいたら大変だ。ひとまず雨をしのげる場所へ移動しよう。边个叫你落紧雨戆居居两个人企喺度淋雨倾偈嘅啫？正常都揾个地方有阿姐头先倾噶啦。雨止まないな。お前やみんなを裏切ったことに対する私への罰かもしれないな。そんなこと言うなって。メディナは自分のために必死だっただけなんだから。喂，如果咁样都系惩罚嘅话，都轻得好紧要下，要你淋下雨同埋感冒咗噃。オルティナノスケのために武功を立てること、確かに私はそれだけを目指し必死で頑張ってきた。だがお前たちに出会い、本当の望み、本当に大切なものに気づいたんだ。
それがさっき言っていた。はあ、お前やみんなに信じてほしい。そして共に戦いたいということだ。簡単に叶うものではないと思う。だからこの場所での誓いとともに信頼を得られるよう努力を重ねていくつもりだ。信頼か。すぐに信頼できない気持ちはわかる。だからこそ私は。そうじゃないんだ。信頼してほしいって言うけど、俺やみんなはとっくにメディナのことを信じている。そんなわけないだろ。私はお前たちに一度は剣を向けたんだぞ。でも俺たちのためにハーシリアンを止めようとしてくれた。暗黒騎士との戦いだってメディナや冒険者がいたから勝てたんだ。いつから私を信じてくれていた。やはりしよ。初めからだよ。出会った頃から信じている。それから俺だけじゃなくみんなもそうだ。相変わらずお人よしすぎてムカつく。ごめん。ではいいんだな。もう一度ここから始めても。もちろんだよ。メディナが一緒に歩んでいきたいと望めば俺はそれを信じて応える。ありがとうキリト。お、見ろよメディナ、雨が止んでいる。有冇咁巧啊？改完嘢就天晴有彩虹。本当だ。西も出ている。自分への罰だと言っていた雨は止んで、虹まで出てきたんだ。私の罪が許されたと。少なくともメディナの思いは空に通じたと思うぜ。まさか。お人よしな上に楽観的だな、お前は。罪は許されたとは言い切れない。だが、お前たちを信じ、共に戦っていく決意は定まった。この先何が待ち受けようと、この思いが揺らぐことはありえない。ああ、俺もお前を信じているぜ、メディナ。うむ。ここでの目的は果たされた。ん？目的って何だ？では、挨拶回りを続けよう。次は東帝国だ。ああ、よし、行こう。佢好似真係想環遊世界咁喎，而家。ここに会いたい冒険者の人がいるのか？ああ。この辺りで魔獣退治や警護の手伝いをしてくれている女性なんだが。あ、メディナさんだ！どうも！点解我唔记得有啲咁嘅事发生过嘅？就算系嗰啲无聊任，好似都冇呢样嘢噶噃。いや、久しぶり。え、メディナさんってもしかしてあのメディナさんか？そうだよ。この人が噂のメディナさん。私たちの友達であり指導者って感じかな。まさかここで会えるとは。あなたはここ一帯の警護を担当している近衛兵だな。はい、暗黒騎士事件の時には大変お世話になりました。メディナさんたちや冒険者の人たちがいなくなった衛兵やあの花を見つけてくれたおかげで助かりましたよ。冒険者の人たちが魔獣を倒してくれたおかげで犠牲者も出ずに済みましたし、本当にありがとうございます。いや、冒険者のみんなといろいろ協力してくれて、こちらこそありがとう。この人無謀だから。あの時いなくなった衛兵の友達を探しに行って魔獣に襲われてたのよ。そうだったよね。君が助けてくれなきゃ今頃どうなってたかわからないよ。もうしっかりしてよね。頼りにしてるんだから。わかった、頑張って強くなるよ。あのメディナさん、彼女に出会えたのもあなたのおかげです。ちょまもやんでん。ありがとうございます。え、それは、あの、私たちもうすぐ結婚するんです。え、 NPC と人海人で結婚ってできるのか？そうか、さ
それはおめでとう。ありがとうございます。これからは夫婦でこの辺りを守っていくわね。ほう、それは心強いな。ではこれからもよろしくお願いする。お幸せに。あれは、おい、メディナ・オルティナノス。なんだ。キレンに話がある。構わないが。なんだこいつ、前にオートでメディナの悪口を言っていた貴族じゃないか。東帝国担当になってたのか。俺も一緒に行く。いいだろう。有咩唔妥斬咗佢係咪。うん、良いだろう。まさか果たし状とか渡す気じゃないよな。そうなかった。なんだ。貴様、耳が悪いのではないか。いや、俺も聞こえなかったな。すまなかった。まさか私に謝ったのか。それ以外、すまないという言葉に何の意味があるというのだ。なぜ謝るようなことを。私は東帝国に派遣され、英士や近衛兵たちを管理する立場になった。だが部下が失踪した時、自分ではどうすることもできなかった。冇可能。呢啲咁高傲傲慢嘅貴族係冇可能因為呢啲咁嘅小事而去道歉嘅，除非我哋救咗佢嘅啫。我覺得呢樣嘢唔多合理咯。だが、あろうことか貴殿、欠陥品であるはずのオルティナノスの小娘率いる冒険者どもが私の部下を見つけたというではないか。つまり貴殿が無能だと誤解したことをわざわざ謝罪してやっているのだ。ありがたく思え。こんな上から目線の謝罪があるかって感じだけど。ありがとうございます。決して貴様に影響を受けたわけではないが、私は今以上に貴族としての責務を果たす。つまりは弱き者を救う剣となる。改めてそう誓った。要はそれだけだ。ではな、せいぜい精進されよ、オルティナノスの小娘。まさかあんな奴が謝ってくるとは。嫌な奴だと思ったけど、完全に腐ってるわけじゃなかったのか。どうだか知らないがな。謝ったところですぐに心持ちを変えてバカにしてくるかもしれない。いや、そんなことないと思うけどな。あいつはメディナがすごい奴だって分かったんだ。ま、気づくのが随分と遅いけどな。お前はまたそんなこと。ダメか。別にムカついただけだ。さ、他にも寄るべきところがある。ついてきてくれ。点啊、今次要去边啊。あ、分かった。この辺りにも冒険者が。ああ、この先にあるクリームパン屋で手伝いをしている冒険者がいたな。あ、麵包铺。我哋原本想喺呢间铺头食嘢噶嘛，但系跟住俾人拒绝咗，唔俾我哋去食咯。少し様子を見に行こうと思っているんだ。どうか麵包铺先。クリームパンよ。そういえばあったあった。思い出したぞ。めちゃくちゃうまそうな店だ。前にここに来た時、すごい行列ができてて買えなかったんだよな。跟住就好香嘅味道。其实麵包铺咧有香嘅味道系好正常嘅。そういえば、さっきからここまでいい香りが漂ってきているような。今日はあの時とは違い、多少は時間がある。買おうと思えば。あれ、あの人たちって。あの方向。おそらくは行列に並ぼうとしている人々と考えていいだろう。やっぱりそうか。キリト走るぞ。あのクリームパンは一日にたったの数十個しか作っていないんだ。いや、だとしたらもう負け確定じゃないか。走ったところであの人たちの前には行けないって。
第一、冒険者の様子を見るだけならパンは買えなくても。なんだと？お前らしくもなく諦めるというのか。いや、なんでそんな向きになってるんだよ。とはいえ店に続く近道なんて。あ、どうしたんだ。見つけたぜ、最適な誰にも邪魔されない近道を。有咩捷径啫？呢度得嗰几间建筑物，一条直路行过去噶、哦。もしかして屋根の上を歩いていくというのか。ああ、それしか列の前に行く方法はないぜ。メディナ。いいだろう。では屋根に登るぞ。メディナ、次はこっちの屋根に飛び移るぞ。お前バカじゃないのか。あ、隙間が20銭は空いているぞ。こんな場所を飛ぶというのか。大丈夫だって、大した隙間じゃないから。はあ、20銭を大した隙間じゃないというのか。20銭は羊皮紙の縦幅ほどもあるんだぞ。もしかして怖いのか。なら怖いわけなどないだろ。行くぞ。原来梅蒂娜都有畏高噶。大丈夫か。大丈夫に決まってる。先を急ごう。よし、まだ18人ぐらいしか並んでない。ギリ行けそうだな。それじゃあ飛び降りるぞ。お前先に行って並んでいてくれ。点解呢？な、別に大した高さじゃないし、飛び降りてもてめえはほとんど減らないと思うぜ。いいから先に行け。私は後で合流する。なんだメリノ、足ガタガタ震えてるぞ。もしかして。違う、全く怖くなんかない。いや、明らかに怖がってるだろ。ごめん、高いところが怖かったのか。そうとは知らず付き合わせちゃったな。そんなのどうでもいいから、早く行かないとパンが売り切れる。先に行け。私は大丈夫だから。よし。お前何をやってる。早く列に並べ。悪いけど、そこにメディナを残しておくのが心配で、パンどころじゃないんだよ。メディナは俺が受け止める。だから思い切って飛び込んでこい。はあ、一体何を言っている。心配しなくても大丈夫だ。俺の天命はかなり高いからな。メディナ一人ぐらい全然受け止められる。そんな問題じゃない。それよりパンだ。パンの行列にさっさと並べ、パンを優先しろ。パンのことだけ考えろ。おい、なんでそんなにもパンを優先させようとするんだよ。恥ずかしいからだ。お前が叫んだせいで人からめちゃくちゃ見られている。この後に及んで恥ずかしがってる場合か。いつかそこから降りなくちゃいけないんだぞ。ほら、早く飛び込め。何があっても俺が受け止めるから。分かった、お前を信じる。講到好似要佢跳崖咁。成功だな。クソ、お前はなんで本当に受け止めるんだよ。信じてくれたんじゃないのか。当たり前だろ。お前が失敗する様子は想像がつかない。我想讲咧，你落咗地噶啦。そんなことより早く並ぶぞ。そうだな、行こう。はあ、結局一つしか買えなかったな。唔紧要啦，未必开一人一半咯。誰かさんが先に並んでいたら二つ買えていた。いや、それはないだろう。
メディナを屋根の上に残したままでなんて並べないよ。よし、それじゃ半分こしよう。私はこっち。ま、小さい方でいいのか。ああありがとう、メディナ。甘ったるいものをたくさん食べられないだけだ。勘違いするな。おう。麺包啫，又唔系蛋糕，可以有几甜啊？それじゃ、いただきます。うまい。いや、これは苦労して並んだ価値があったな。かなりのものだ。働いている彼女も元気そうだったし。メディナに会えて嬉しそうだったな。けどあの冒険者の女の人に会うだけなら別にパンを買わなくてもよかったんじゃないか。それはせっかくの挨拶なのだからきちんと買う方が誠意が伝わるだろう。そう思った。そうなのか。けど高所恐怖症だって正直に言ってほしかったな。知ってさえいれば俺もあんな無茶はしなかったぞ。高所恐怖症だと？心外だな。別に怖かったわけではない。ただ高いところがさほど得意ではないというだけだ。それを高所恐怖症って言うんだと思うけど。もういいだろそのことは。お前がちゃんと受け止めてくれたから万事解決だ。それで済み。ほら味わってちゃんと食べろ。わかったわかったって。うまい。こういうのが幸せの味って感じだな。無体哪里都没反应的喂。え、食べながら寝てるのか。メディナ今断じて寝ていない。そうですか。とはいえ少しほうけてしまった。東帝国で達成すべき目的を果たすことができたからだろうか。目的？ああそうか、冒険者に会えたしな。けどなんだろう、メディナの目的は何か別にあるようにも感じる。食べたらまた歩くぞ。いいな。あ、誰かさんの眠気が収まってからな。よし、それじゃあ出発するか。そうだな、北帝国を目指そう。了解。にしてもつくつく弾丸ツアーだな。何か言ったか。いや、何でもないです。では行くぞ。なんか暗くなってきたな。土地オートによるって言っても北帝国までこのまま強行で戻るのはちょっとしんどいか。確かに無理をするのは得策ではないかもしれない。よし、それじゃあ野営してまた次の朝から動こうぜ。そうだな、賛成だ。珍しいな。どうしてだ。いや、これまでのメディナなら無理してでも進むって言ってただろうなと思って。無茶をするのは良くないと分かったんだ。いつも無茶をしている誰かさんのおかげでな。誰だよそれ。自分の胸に手を当ててみれば分かるんじゃないか。まあともかく八重には賛成してくれるんだな。それじゃあ用意をしよう。ブチ。はずれ。羽地家庭の裏を住処にしている猫はミケだ。そういうわけでこの最後の肉は私がもらう。いや明らかにこのクイズじゃなくてこの問答を俺にとって不利じゃないか。你哋两个搞咩啊？即系话而家咧就有堆肉排咗喺度啦，要答一啲关于猫嘅问题，或者系互相问问题啦，答中先有得食啊。出題者を私にしたのはお前だぞ。それに
あのミケは何度か一緒に見ただろう。但好像猫最后死了。確かにそうだけどさ。それにもう腹いっぱいだったからいいけど。やはり、お前らしくないな。何がだ？どうしたんだよ。今度は急に笑ったりして。いや、懐かしくなったんだ。初めてお前と会った時も、こうして野営をしたと思い出した。そうだ、懐かしいな。あの時のメディナは警戒心バリバリだったし、初対面にして嫌われたからさ、どうしようかと思ったよ。別に嫌っていなかったぞ。ずうずうしくて、おせっかいで、お人よしで、変なやつだとは思ったが。いや、嫌ってなくてもそんな風に思われてたのかよ。今はそんな風に思ってないから、当時のことは許してくれ。それに、あの頃、私は人に対して壁を作っていた。だが、お前やユージオ、アリス様やアスナ、いろんな人と関わっていくうちに、その壁が壊れたんだ。今は、人と関わることに対する恐れはすっかり消えたよ。ああ、メディナは変わったよ。そうか。だといいのだが。今日は疲れただろ。高所局、何か言ったか？いえ、何も。じゃあ俺は離れたところで寝るから、何かあれば声をかけてくれ。いや、近くで交代しながら仮眠を取ろう。寝ている間に魔獣が現れたりしたら大変だろ。どちらかが見張りをしていた方がいい。其实得两个人轮流守夜嘅话咧，我觉得系好难去休息得到咯，系咪啊？等佢讲埋落去先。不思议だな。昔は一人になればほっとしたのに、あの時と違って、今は一人でいるより、お前といる時の方が安心できるんだ。そうなのか。ああ。それはきっと、お前があの暗闇から、私を助けてくれたからかもしれないな。メディナ。ともかく、私の近くで休め。ちゃんと見張っといてやるから。わかったよ。ありがとう。うむ。大船に乗ったつもりで。喂、唔係喎。你好眼瞓咁喎。不如我哋守夜先好啲喎，係咪啊？見張るって宣言した途端に寝るのか？まあいいや。疲れたんだろうしな。ゆっくり休んでくれ、メディナ。おはよう。眠そうだな、キリト。咁梗係有人瞓咗一晚、另一個就守夜守咗一晚啦，係咪？誰のせいだと思ってるんですか、メディナさん。すまない、爆睡したことは謝る。いいよ、それじゃ出発しようぜ。はあ、よろしく頼む。跟住又嚟到北帝国嘅村庄。オルティナノス。まさか。こうしてまた会えるとは。再びオルティナノスの名を侮辱するつもりなら、今度こそ許すわけには。すまなかった。え？点解有一个个见到你都会道歉咁神奇嘅？喂，もう一度会えたら必ず頭を下げようと思っていたのだ。私のあの時の失礼な態度を謝罪するために。なぜそんな態度を取る？なぜお前のようなやつが私に頭を下げるんだ？実はお前たちが去った後、何度か魔獣が村を襲ったのだ。私をはじめとするこの衛兵も自分の身を守るため仕方なく村人の前に立ち剣を握ったんだが、うまく戦えなかったのか？いや、それならばまだいい。我らは剣を当てることもできず逃げ回るしかなかった。そこへ現れたのがオルティナノス、お前を慕う冒険者と呼ばれていた者たちだ。
彼らは鮮やかに魔獣を倒し村を救った。民たちは貴族である我らを差し置いて冒険者を称えた。喂，呢位近卫兵，我记得啱啱见你嘅时候你好串噶噃，啲态度唔同咗咁多嘅喂。初めこそは冒険者の功績をけなしていたのだが、我々は気づいたのだ。民を守れぬ貴族に何の価値があるのかとな。それから我らこの衛兵は冒険者から剣を学び始めた。彼らは力を貸してくれたのか。ああ、そこで改めて思い知った。我々の力のなさをな。我々は冒険者に負け、彼らに剣を教わる日々を送った。そうして貴族としての誇りを取り戻そうと努める中で、私はオルティナノスのことを思い出したのだ。お前を貶めていい理由など私にはない。むしろ誇りを持って剣技を磨く姿勢を見習うべきだと思った。だから謝らせてくれ、メディナ・オルティナノス殿。本当にすまなかった。この村で民を守ってくれているなら、それでいい。では、行こう、キリト。ああ。待ってくれ。まだ何か。こんな状況で言えることではないが、オルティナノス殿に頼みがある。我々この衛兵に剣を教えてくれないか。なぜ私たちが。冒険者がお前の剣を褒めていたのだ。你知唔知我哋好忙？我哋仲要攻略呢个中央圣堂噶。我々は今後も村を魔獣から守る使命がある。そのためにもより強い剣を知っておきたい。どうする？彼らが強くなれば民の生活もより安定するだろう。協力しよう。感謝する。それでは早速同僚たちを集める。さて、お望み通りたっぷりと指導してやろう。目が怖いぞメディナ。はあ、大丈夫か。ずいぶん声を荒げていたけど。これほど弱いとは思わなかった。肉体的疲労以上に気苦労が重なってしまった。即系话咧，嗰啲咁嘅贵族其实真系好废，教都教唔到噶啦。改めて礼を言わせてくれ、オルティナノス殿。みんな指導に満足して帰っていたようだ。貴族特有の偉そうな態度は最後まで変わらなかったけどな。とはいえ、欠陥品である私の指導を貴族が受け入れるなど、以前ではありえないことだ。やっぱりメディナの行いは。確実に人々へ変化を与えているよ。そうかもしれないな。それではまたここに来た時は再び指導のほどよろしく頼むぞ、オルティナノス殿。ああ、任せてくれ。さて、次はどこへ向かう？このまま北へ進んでルーリットの村へ行こう。ルーリット？それほど多くの冒険者があの村に滞在しているとは思えないけど。はい、ロリータ村は関係ないよ。全くいないわけではないだろう。それにあの辺りには個人的な用があるんだ。そうなのか。わかった、ルーリットの村を目指そう。我覺得回到ロリータ村呢應該就會找啊塞魯卡嘅。係啦，過嚟教堂呢度。さて、到着と。それで早速冒険者を探すか、それともメディナの個人的な用事を片付けるか。私の用事？ほら、それがあるからルリットの村へ行こうって話だったろ。ああそうだった、すっかり忘れていたよ。私は冒険者へのお礼を済ませ、その用事のために少し村を離れる。一緒に行かなくていいのか。言っただろ、個人的な用事なんだ。お前はそうだな、セルカに会いに行ったらどうだ。いいけど、セルカもいろいろと忙しいだろうし。確認したわけではないだろう。ひとまず会いに行け。
咁搞笑啊！特登嗌我哋翻嚟揾阿蔡老卡嘅，点解咧？でもな。用が終わったら迎えに来る。それじゃな。有嘢做摆到咪藉口嚟噶啦。なんか変な態度だったな、メディノ。とはいえ、ここへ来た以上セルカに会うべきだよな。教会にいてくれればいいけど。それでメディナさんに置いていかれたのね。あ、話をちゃんと聞いてたか。置いていかれたんじゃなくて別行動を取ったというか。まあ何でもいいわ。会いに来てくれたってのは素直に嬉しいから。それならアリスやユージを連れてくるべきだったな。いいのよ、私はキリトに会えて嬉しいんだから。俺？三人の中で一番気がかりなのはキリトだもの。少し目を離すと危険な場所に飛び込んでいるというか。セルカの中では子供なんだな、俺って。そうね。でも一番頼りになる存在でもあると思うわ。あなたがいるから姉様もユージオも強い意志を持って戦い続けていられるんだと思うの。そりゃ責任重大だな。だからこそ無理をしないでね、キリト。あなたは頼りがいがあるけど、一人で背負いすぎちゃうこともあるでしょ。たまにでいいから、こうして元気な姿を見せてくれれば、それでいいから。ああ、そうだな。俺もセルカの顔を見られてよかった。メディナが来たみたいだ。そろそろ行くよ。うん。また来てね、キリト。セルカとはどうだった？基本上冇倾过嘢咯，就系讲你咯。楽しかったよ。やっぱり定期的に話すべきだな。ああ、その通りだ。メディナの方は用事は済んだのか？ほとんど終わったんだけど、他にも寄らなきゃいけない場所ができてしまった。次はどこなんだ？ザッカリアだ。ザッカリア好似我哋啱啱相遇冇耐嘅地方嚟嘅。前と同様、用事は私の方で済ませてくれ。お前はこの辺りで待っていてくれ。この辺りって言われてもな。とりあえず街で時間を潰しているよ。我哋喺呢度应该冇人系识得噶。待たせたな、キリト。ほら、屋台を見に行くぞ、キリト。食べたいものがあればすぐに言うように。え、わかった、わかったけど、なんか腑に落ちない。ちなみに、今回はすべて私のおごりだ。おとなしくおごられろ。いいな。拒否することは許さない。其实佢所谓嘅私事系咪周围去收集情报咧？睇下边度有好嘢食啊？わかったけど、一体どうしたんだ？ほら、早く買いに行くぞ。この串焼きはどうだ？ああ、うまそうだな。よし、では買おう。すみません。其实我连个串烧系咩样都唔知噃。ほう、肉まんじゅうか。キリトはどうだ？いいな。では買おう。すみません。なんか随分と買い込んだな。いつもお前が食べる量から考えて妥当だと思うが、違うのか？まあだいたいこれぐらいはいつも食べてるけど。では敷物を広げてっと。それじゃいただきます。あ、うん、うまいな。この鶏のもも肉の串焼きはどうだ？うん、これ食べ終わったら食べるよ。それから芋の甘辛揚げもおすすめだ。你好似系咁执嘢俾佢食咁嘅吓。あの洋風芋けんぴみたいなやつだよな。店で見たときびっくりしたな。ほら、唐揚げもあるぞ。いや、そんな一気に勧められても食べられないって。美味しいものがたくさんあるのは嬉しいけどさ。やはり、由々しき事態だ。いや、何がだよ。お前は最近少し痩せた。それから、食べる量も減っている。ね、そうか。
セントラルカセドラルに登ると決まってからずっとだ。だからその心配してくれたのか。別にいつも通りではないのが妙だと思っただけだ。それからお前は繊細さを欠いているとはいえ、次の戦いに関しては重圧を感じているのだと思った。何でもお見通しってわけか。けどそんな小さな変化に気づくなんてどうしてだ。哦，原来周围走就系为咗同人嘅，但系同人佢都会烦恼呢啲嘢嘅咩？我觉得冇可能噶。お前を見ていればそんなものすぐにわかる。いや、とはいえずっとお前を見ているというわけではないからな。誤解するなよ。ただお前は放っておくとすぐに一人きりで戦おうとするし、何かを抱え込むから。そうか、そんなつもりはないんだけどな。だから私はこの旅で三つの真なる目的を果たしたいと思ったんだ。なんだよ、三つの真なる目的って。だがそれを正直に言えば、お前は絶対にそんなことしなくていいと言って旅についてこない。だから私はわざわざ冒険者たちへの挨拶回りという理由までつけたのだ。いやでもその真なる目的が全くわからないんだけど。そのようだな。一応これで全ての真なる目的が達成されたのだが、全く分かっていないようだ。とりあえず思い起こしてみていいか。其实除了理想独处之外呢，我真的 get 不到就有其他啲乜嘢特别原因。そういえばメディナは目的は達成したと何度かつぶやいていたな。そうだ、最初はあの時だ、一緒に虹を見た時。罪は許されたとは言い切れない。だがお前たちを信じ共に戦っていく決意は定まった。この先何が待ち受けようとこの思いが揺らぐことはありえない。ああ、俺もお前を信じているぜ、メディナ。うむ、ここでの目的は果たされた。確かに目的って言ってた。まずはお前に感謝を伝えようと思った。それが第一の目的だ。そうだったのか。けどまだ二つあるんだろ。但系你感谢同人嘅话，去边度感谢都得噶啦。うむ。次は東帝国だ。東帝国でメリナが目的のことを言ったのは、あのクリームパンか。お前が以前食べたいと言っていたからな。覚えててくれたのか。だから高いところが怖いのに我慢してくれたのか。他にどんな理由があるというんだ。とはいえもう二度とごめんだぞ。あれは好きな食べ物を食べたりすることで少しでもお前の息抜きになるかと思ったからだ。息抜き？お前は戦いに向けて随分と緊張しているようだったから。そうだったのか。ありがとうメディナ。東帝国でのクリームパンが2番目ってことは、今いる北帝国でしたことが最後だよな。そうだ、北帝国ではルーリットの村でセルカに会うように言われたり。あれはもしかして大事な戦いの前に俺を知り合いに会わせるためだったのか。うむ、それが第三の目的だが、正確に言うと少し違う。お前が関わった人たち、それからお前を身内のように心配する人たちに会ってほしかったんだ。俺を心配する人たちか。まったく、全ての目的を達成するまで私の真意に微塵も気づかないとは、
やはりお前はひどく鈍感だな。いや、普通にわからないって。けど、どうして俺のためにそこまでしてくれたんだよ。まるでお前が、この戦いを一人で全て背負い、自分だけの力で乗り切ろうとしているかのように見えたからだ。だからこそ、お前にもし何かあれば、心配する人がどれだけ多くいるかと、実感してもらいたかった。嗱，其实咧最担心嗰个应该就系阿斯娜同埋嗰一班后宫啦。如果唔系佢哋点会入嚟呢度啫？系咪？俺は一人で全て背負おうとなんてしてないよ。たくさん仲間がいるし、みんなに助けてもらってばかりだ。そうだな。なのにお前はどうしてかいつもたった一人で戦っているんだ。もっと周りを見てみろ。お前のことを助けたい奴が山ほどいるだろう。それは、アリス様やアスナ、ヒュージオや、私だけではない。いろんな場所で、お前に関わった人たちや、お前を気遣う人たちが多くいるんだ。お前は、そのことをもっと自覚するべきだ。確かに俺は、最後まで自分一人きりで戦いたいと思っているのかもしれないな。俺はこの世界のみんなに無事でいてほしいんだ。アリス、ユージオ、メディナ、ロニエにティーゼ。本音を言えば、セントラルカセドラルにだって、誰にもついてきてほしくない。俺一人でどうにかできるものならそうしたいんだ。もう、誰にも死んでほしくないから。お前はいつか、大切な人を亡くしたと言っていたな。なあ、その時に思ったんだ。俺は一人で戦うべきだって。仲間がたくさんいる今も、その気持ちは完全には変わっていないよ。お前はきっと、そう考えているんだと思っていたよ。だが、その考えはもうやめることだ。メディナ？恐れることなど何もない。なぜならお前は、絶対に何かを失ったりなんてしないからだ。そんな確証どこにあるんだ？先のことを心配したところで、どうにもならない。どんなに考えても、未来がどうなるかはわからないだろう。それに何より、行動次第で運命が変えられると教えてくれたのはお前だぞ。今さら弱気になんてなるな。心配しなくとも、私はお前に数え切れないほどの借りがある。その借りを全て返してからでないと、とてもじゃないが死ねないさ。メディナ。同人你大王啦，佢跟足你一世噶啦，咁样。だから、私には頼り切って大丈夫だ。安心しろ。お前が確証を持てないなら、私がその確証となってやる。キリト。だから、私と最後まで、一緒に戦ってくれ。ありがとう、メディナ。俺は君を信じて、一緒に戦うよ。わかればいい。ほら、食事を再開するぞ。きちんと食べて、力をつけることだ。よし。じゃ、その唐揚げからもらおうかな。ああ、満腹。なんか、こんな風に落ち着いて食事できたのは、久しぶりな気がする。それはよかった。やっぱりメディナの言う通り、ずっと気が立っていたのかもな。自分じゃ気づかなかったよ。ならばいい。それでは、そろそろ帰ろうか。私の旅に付き合ってくれて、ありがとう、キリト。いや、メディナの旅っていうより、俺の旅だったじゃないか。こちらこそ、いろいろありがとな。あと、全然メディナの真意に気づけなくてごめん。そんなことは構わない。お前は鈍いと知っているからな。すべて終わったら、また旅をしよう。今度は、ユージオやアリス様も一緒にな。いいな。対策本部の打ち上げに、すごい大所帯で行く旅行を企画してみるか。
うむ。その日を楽しみに、最後まで共に戦い抜こう、キリト。嗱，好啦，今集咧，我哋就去咗三个唔同嘅地方啦。咁啊，完成咗梅特拿三个愿望嘅。我原本以为要去埋南圣托利亚嗰边，但系估唔到原来南面咧对我哋嚟讲系冇乜特别重要嘅戏份噶。嗱，好啦，今集暂时嚟到呢度先啦，下集应该真系要打上去中央圣堂噶啦。咁我哋下集再见啦，多谢各位收睇 ，thank you， 拜拜。